コードブロックスはフリー、オープンソースでクロスプラットフォームの統合開発環境である。ホクソイジェッツを GUI ツールキットとして使い C で開発されている。プラグイン方式であり、機能は使用している。プラグイン群で決定される。現在のところ、コードブロックスが対象とする開発言語は C 言語 C だけである。コードブロックスは Windows, Linux, Mac OS で動作する。フリーブズド上でもビルドできる。2005年7月25日の 1.0RC1 と2005年10月25日の 1.0RC2 という2つのリリース候補版を経て、最終リリース版を完成させずに、プロジェクトは新たな機能を多数追加し始めたため、最終リリースは何度も延期されていった。ただし、 ナイトリービルズと呼ばれる最新 SVN 版のバイナリーパッケージが毎日リリースされていた。そのサポート状況は公式リリース版の 1.0RC によりも良かった。これによってユーザーは最新の改良が入手でき、開発者は定期的なフィードバックを得られたが、対外的にはプロジェクトが停滞しているように見えた。最初の安定版は2008年2月28日に、 リリースされ、バージョン番号は8.02とされた。バージョン番号の付け方は Ubuntu 方式に変更され、メジャー番号がリリース年、マイナー番号がリリース月を表している。ジェニック・リミテッドはマイクロコントローラー向けにカスタマイズされたコード・ブロックスを配布している。コード・ブロックスは複数のコンパイラーをサポートしている。コード・ ブロックスは C 向けに設計されているが、一部の他の言語のコンパイラをサポートしている。例えば、GNU Fortran、デジタルマーズの D 言語、GNU GDC がある。ID には、シンティラエディータコンポーネントを使った、シンタックスハイライトやコードの折りたたみ、C コード保管、クラスブラウザ、統合トゥードゥリスト、統合デバッガフロントエンドがある。また、 ホックスウィジェッツツールキット向けの統合ラジアンプラグイン、ホックスミスもある。他の ID からの移行を促進するための機能もある。コード、ブロックスは独自のビルドシステムを使い、XML ベースのプロジェクトファイルに情報を格納するが、GNU やトロールテックノックメイクのビルドシステムとのインターフェースを単純化するために、外部、メイクファイルもオプションでサポートしている。 ありがとうございます。